さあ、今宵も行きましょうか。今宵、ラジオ方式で行かせていただきます。いやー、結構ね、宝島さん事件の情報が出てきて、黒幕はね、やっぱり、アメ横界隈だと思います。ただね、ちょっと、疑問な点もやっぱあるんですよね。その、黒幕グループ、佐々木グループっていう風に分けていきたいなと思うんですけど、佐々木グループがもうめちゃくちゃずさん。で、ずさんなのに、空き家が用意されているとかね、その下準備がめちゃくちゃ徹底されているんですよ。その辺がね、なんじゃこりゃっていうね、そういう状況なんですが、まあ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 、ちょっとね、流れで見ていきたいなと思うんですけど、まずね、佐々木が去年、東京に去年の末か、やってきたんですよ。まあなんでね、福岡から東京にやってきたのって言いますと、どうもね、報道を見ていると、ギャンブルが大好きだったみたいで、そこで結構やらかしちゃったっていう。で、先輩に泣きながら公衆電話で電話して、50万借りて、東京でやり直したいと。どうもね、付き合っていた女性にも小馬鹿にされていたっていうね。それはちょっと、どうなんだろうね。小馬鹿にするぐらいだったら付き合いはしないよね。だからね、ちょっとこの情報に関しては、うさんくせえなって。単に入れ上げていた女性なのかもしれないしね。またその、周りが適当に言ってることかもしれないし、その辺はよくわかんないですけど、で、東京に来た時に、どうもね、その、福岡の先輩のつながりか何かで、その、上野のキャッチをやっていましたよ、と。で、そのエリアっていうのが、キャッチをやっていたエリア、縄張りが、どうも、宝島さんの店がいっぱいある宝島ロードなんじゃないかって言われているんですよ。でもね、本人は、宝島さんなんて知らねえよ、誰それ、会ったこともないよって言っているんです。だからね、まあ、どこまで本当かはわかんないですけど、少なくとも黒幕が上野にいそうだって思ったんですよ。というのが、宝島さんが主に活動していたのがアメ横ですよ。で、そこで何か問題があって、じゃあたまたま、こう、若くて悪そうというかバカそうな佐々木が声かけられて、そんなもらえんすか?じゃあ人集めます!そんなノリでね、その、クラブで知り合った兄弟分の両県。そしてね、両県と、そのキラと、で、韓国っていう実行部隊4人組が形成されてったんじゃないかって思うんですよ。ただね、ちょっと気になるのがね、その、キラととかは結構そのクラブの VIP ルームに出入りしてたみたいなんで、250万程度でやんのかなって思ったりもするんですが、まあまあまあ、現実問題ね、YouTube であったり TikTok でも出てているらしいんですけど、世の中金が全てだって言ってるみたいなんで、まあ、言い方悪いですけど、結構ぶっ飛んでそうなんで、まあ、やってもおかしくないよねっていうところはあります。でもね、そういうやつって結構ビビって、最後までやんないような気もしないでもないんですよ。で、韓国なんかはどうなんだろう。人となりはわかんないけど、結構、クラブに行ってこう、見下ろすみたいなそういう発言もしていて、その割と現代っ子みたいなね、そんな、なよっとしたやつがさ、そこまでのことやんのかなっていう気もしないでもない。というようなところで、多分ね、まあ、呼び込みかどうかはわかんないけど、宝島さんが、上野で、何か、問題を起こした。もしくは誰かに恨まれた。それで、恨んだ人が、じゃあ宝島さんを消しましょうね、というような流れなんじゃないかと思っています。じゃあね、犯人、黒幕としては、そんな、少なくともね、1500万円は使っていると。いうことを考えていくと、どんなメリットがあるのっていうところをちょっと考えていきたいんですが、宝島さんの会社の仕事って、主に4つなのかな?まず飲食店ですよと。で、次に不動産。で、妊婦出し、派遣業ですよね。で、あともう一つが、その輸入系、中国、韓国から物を輸入して、それを販売しますよというようなところなんですが、宝島さんの会社のホームページを見ていくと、別に物件紹介出てないです。で、人を派遣します。出てなかったです。で、じゃあ通販とか卸やってんのかって言ったら、そういうのはね、記載なかったんで、多分ね、自分の会社にそういうのを卸したり、まあ、会社っていうのは店舗ね。実際、飲食店の店舗は14店舗、ホームページに紹介されていたんで、まあ、そういうところでやって、他の3つの事業に関してはあんまりね、積極的ではなかったような気がします。っていうふうに考えていくと、14店舗がある意味、利権になるんじゃないのと。ただね、変な言い方、宝島さん夫婦がいなくなったからといって、じゃあ自分の店にそのお客さんが
全部流れてくるかって言ったらそういうわけじゃないんですよ。今ね、めちゃくちゃインバウンドがすごくて、街全体が満員電車みたいになってるんで、別にそのお客さんが流れてきたところで入りきらない、受け止めきれないんですよ。っていうふうに考えていくと、じゃあその1500万円以上のプラスがあるかって言ったら絶対ないんですよ。もしかしたらね、ここで考えられるのがですよ、高島さんのお子さんとか従業員がめちゃくちゃ頑張れば話は変わってくるんですけど、もしね、お子さんが事業に今まで関わっていない状態で14店舗いきなりってなった場合、結構しんどいよと。もしね、その専務とかさ、そういうのを店長と高島さんの間に組織として出来上がってないとしたら、店舗を手放す可能性がありますよね。見切れないとかそういうので。もしくは支払いとかね、そういうところでのタイムラグによって、黒字倒産ではないですけど、店を何店舗か畳む可能性ってなった場合、居抜きで箱を奪えるとなったら、それはプラスになりますよね。もしかしたらね、ワンチャンそっちの方で狙っている可能性もゼロではないような気がしたんですよ。今ね、アメ横もうパツンパツンで、店を探そうとしても、その、もう全部が埋まっているんで、じゃあ誰かを出さないと、ダメなわけなんですよ。その、一時の流行り病の時は、もうほんとシャッター街みたいになって、じゃあ、店舗作りませんかみたいな、空き店舗ここですみたいな、そういう状況にはなっていたんですよ。まあ、その状況を使って拡大したのが高島さんではあるんですが、今はね、もうほんと空きがない。もうほんと、空いた瞬間、もう一斉にみんながね、飛びかかる。そういうような状況なんですよ。で、ちょっとね、それで思ったのが、もしかしたらだよ。犯行当日って、高島さん夫婦が、これ不動産屋って聞いてたんですけど、最初のね、報道では。他の報道を見ていくと、仕事仲間みたいな人、二人に連れて行かれたそうなんですよ。で、最初に天王洲アイルに行きましたよ、と。で、そこからもう一回車に乗って、東五反田に行きました。そこの空き家に誘導されたと。そこで実行部隊の2名が、まあ、すったもんだして、みたいな話なんですけど、しかもね、犯行後、結婚を洗い流そうとした形跡もあるみたいで、で、洗い流すときに使った洗剤がね、そのまま置きっぱなしっていうね、そのずさんさもね、気持ち悪いなと思うんですけど、空き家を用意しながらそんなことすんのかっていうね。多分ね、この仕事の関係者2名っていうのが、ゴリ押しで多分誘導したと思うんですよ。不動産屋からね、名称が仕事の仲間2名に変わっててびっくりしたんですけど、で、その2名が空き家も準備した可能性がある。で、そういうことができるとしたら不動産屋に、ある程度融通が効く人物の可能性が出てくると。で、あるならば、もしね、その、高島さんのお店が、空きになったとしたら、優先的にそこで仲介してもらえるように、取り次ぐこともできるかもしれないわけですよね。なんかね、私の中ではね、この2名、もしくはそれに準ずる人が、主要部隊なような気がしてなんないんですよね。だって、1500渡した中で、もしかしたらね、罪を被ってっていう要素があるような気がしてなんないんですよ。だってさ、あまりにもずさんでしょ？で、平山良健が出頭するときに相談した相手っていうのは佐々木。なんか、捕まるために、いろんなことをやってるような気がしてなんないんですよ。あまりにもね、一つ一つの行動が、ちょっとおバカだし、なんかね、丁寧なところとズボラなところが混ざってるんで、もしかしたらね、その、知人二人っていうのが、ワンチャン本当の意味での実行部隊の可能性もゼロではないような気がするんですよ。で、被ってくれよ、お前らっていうのが4人なんじゃないのって。まあ、あくまでね、これは私の憶測であり、想像、妄想の世界なので、まあ、そこはお許しくださいっていうところなんですけど、それだったらね、若干合点はいくかななんて思ってる部分はあります。もしかしたらね、その、誘導部隊2名プラスアルファ誰か実行部隊が、そこにもう1組存在していてもおかしくないかなと思うんですよ。だって、誘導部隊と実行、が、別々じゃなかったらさ、一瞬で分かっちゃうじゃん。お前らやったよねって。そこまでね、ズボラというか、家まで用意して、丁寧に計画練ってたのに、そこがずさんになることはないと思うんですよ。防犯カメラとかも、その辺も考えてると思うんですよね。ワンチャン佐々木部隊はね、罪を被るためみたいなね、そんな気がしてなんない。もしかしたらね、佐々木は受け渡しだけでその、平山良健がある程度罪を被る。だから900万だったんじゃないのっていう気もしてきました。まあまあ、これはね、あくまで憶測。そして今回のケースで考えると、これは三層構造ですね。本当の黒幕がいますよ。で、黒幕の実行部隊を二つ二層にすると。めちゃくちゃ、こう、綿密に組んでいる。そして、佐々木部隊。
もしくは2層構造だった場合は、その知人2名が黒幕で、もしかしたらね、黒幕なんだけど、実行部隊みたいなのが他にもいてもおかしくないかななんて思ったりもします。当初はね、私、まあ、恨んでるやつがいて、その裏のつながりでコーディネーターみたいなのがいて、で佐々木を引っ張ってきたっていうふうに考えたんですよ。その3層構造なんじゃないかって。でもね、佐々木が高島ロードで客引きキャッチをしていたのであれば、ちょっと話が違えなと。そこである程度顔見知りになって仕事を振った可能性が出てきたぞと。だからね、結構狭い範囲、アメ横内でいろんなことが展開されていたっていうことが想定できます。だからね、本当の黒幕もね、多分アメ横の中にいる。多分ね、今回ちょっともう本当大それた言い方になってくると、警察がね、あまりも発表しまくってて、本当の黒幕がいくらでも逃げられる状態になってるわけじゃないですか。なんでそんな報道してんのって。もしかしたらね、警察もしくは公安なのかわかんないけどさ、前もって貼ってたやつだと、今回の高島さんの事件がシンクロ交差してそれでやってんじゃないかっていうような気もしないでもない。ただね、少なくともアメ横上の界隈で全て何かが起きていて、そこで今回の事件に発展したっていうことだと私は思っています。ただこれはあくまで考察なんで、まあまあまあ、そこはね、間違ってもいじめないでください。優しくお願いします。でもね、ちょっとアメ横界隈で言うと、その流行り病前は結構ね、アメ横界隈って基本的にはみんな仲いいんですよ。その商店街みたいなのがあって、しかもその戦後間もなくの闇市以降ね、アメちゃん売ってて、それでアメ横っていう名前になったとか、いろんな説がありますけど、基本的にはね、古くから続く、そしてそれがこう代々繋がっていくっていう世襲みたいなところがあるんで、意外と横の繋がりっていうのは濃いんですよね。そしてみんなやっぱ仲いいんですよ。だからアメ横界隈でこういうことが起きるとなったら、老舗ではなく何かね、新しい勢力があって、その勢力の中でこういういざこざがあったっていうふうに考えることができるんじゃないのかなって僕は思ってて、そう考えた場合はやっぱ当初にも言っていましたけど、そのなんだ、ケバブ売ってるグループとか中国韓国グループ、その辺がやっぱ結局絡んできて、でその新興勢力の中で高島さんたちがまた揉めてしまったっていうような気がしてならない。ではではでは、チャンネル登録お願いいたします。闇サイトとかさ、そういういろんな説が出たけどさ、結局は狭い世界から派生していろんなのが出てきたなっていう気がしますよね。では次こそは本当にチャンネル登録お願いいたします。番組はこれで終わりですが、また見に来てね。またね。